さあ今回はモンスタートレインというカードゲームやっていきます。さあ新しいランで、去年ねちょっとやってましたけども、今回はこの通常でいくか。ちょっと DLC をね、買うまでもなく単純にないか。よしよしよし。で、この2つの種族がいて、これちょっとカード変わるんですけど、どっちがいいかな。アオーくんがね、結構多分使ってるんですよね。こうかな。メインアオーくんにすると、このキャラが、これヘルホーンだとこいつね、なるんですけど、これメインキャラになりますね。アオーくんメインで、ヘルステュークスでしょ。この2つでいこう。で、ランクは2かな。でもこの組み合わせで勝利していないと。これやると敵が強くなる。ランダムなカードが初期デッキに追加。ランク2の方が普通強いよね。こっちでいいかな。で、カスタムにするとこれちょっとね、獲得できないんで、行ってみよう。さあ、これ防衛系のカードゲームで、モンスタートレインっていう通りに、列車をね、守るゲームで、毎ターン上に上がってくる敵を上に上がらないように止めると。やっていきましょう。さあ、これね、チャンピオン強化です。この右下が体力で、チャンピオンはね、メインキャラなんで出せます。ただでね、死んだらいなくなりますけど。で、スパイクは攻撃されると敵にスパイク分のダメージを返すと。で、活性化、回復時に敵の戦闘のやつに20ダメージと。スパイクかな。さあ、アーティファクト。これ永久的な効果を付与してくれると。さあ、沈黙めっちゃ良くない？敵の効果って何かしらついてるんですけど、半分の確率で無効化してくれると。これ勝たないとおかしいよね。さあ、これ相手です。こいつが一応ボス。この雑魚から出てくるよと。で、これなんかね、挑戦することで報酬がゲットできるんですよ。最初なんでいきますか。さあ、スパイク、さっき見たよね、ダメージを返してくると。こいつに攻撃すると3スパイク出ます。なので、どうしよっかなと。で、こいつ攻撃力ゼロですけど、攻撃自体はするはず。おっか。これ回復爆発。味方1体の体力を10回復。戦闘の敵に回復量の5倍のダメージ与えると。本来欲しいのは覚醒ですよね。で、これ予測値というか、このターンの結果です。カウンターで10ダメージ返って、で、これ2、3受ける。これスパイク分入ってないのかな。でも3あるから入ってるのかな。これつけとくか。じゃあこれ再生で終了時に回復するんで、結果で出るよと。これ回復なんてないっすよね、別に。食らってないもんね。アズラは攻撃しないか。スパイクには強いね。全員つくからちょっと強いか。さあ、これ倒すとお金ゲットできます。置かないといけないんですけどね。これでいいよね。でもキャラの方がいいかな。
でこのイカね、こいつを入れると魔力が増えるっていうのでダメージが増えるよと。こう死んじゃうんですけど、これ6ダメージが16ん、あ、そうか、あってね、6ダメージが16ダメージと。これ後列に置いてやるべきだったんで、まあまあ使えたよくないです。スパイクで死んだね。これで敵を倒せない。さあこの段攻撃ないです、敵のね。これダメージないのか。あ、回復が3、5、5あるから5ダメージでしょ。だないと厄介な。これ殺せる、当時回復したかったですけどね。あいつだけ上行っても意味ないからこれはいいんですけど、ないから僕らは。でもスパイクがちょっと、あ、沈黙です。でこれは殺されますね。これ××で115とってなってるんで、ここにイカの賢者置いといて魔法をぶん投げるのがいいと思うんですけど、ここに2つあっちゃうんで、これ置いても次のターンこれ来ないだろうと、極めて厳しいです。回復爆発をしとこうか。とりあえず6の5倍ですね、30です。これこっち死にます。つまり勝った。ここが多分一番食らうかもしれないってなると、与えとく。もう戦い見ようかな。上はもうどうでもいいのよ。で攻撃しない、攻撃する、スパイク、攻撃する、スパイク。これ終了時なんでね、回復が巻いたんじゃないか。でスルー、まあ地味ですけどカウンターでね敵を倒すと。あ、よかった。あ、そっか、上行かないか。よかったよかったよかった。スパイクいいな。さあこれ青くんの方だね。戦闘の敵に25ダメージ与える、2回繰り返す。あ、これこれかな。でこれちょっとルートで変わるんで、うーん、青くん欲しいから、じゃあ左かな。さあユニットを強化できるよと。さあエンドレス、ユニットが死亡あるいは食料になった時すぐにまた使えるよと。まあ、これは体力アップでしょう。こいつあげよう。こいつ、このメイジャー攻撃力というよりかはこの魔法の強化ができるというのが大きいんで、生きてないとっていうところでね。まあエンドレスでもいいんですけどね。まあさっきのでお金増えてるからね、そう買いができたんですけど、まあここはそんな買わなくていいでしょう。あ、来た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 。これ召喚で体力の最大値が増えると。ただ回復はしないんでね、回復カードがあれば強いと。だた、回復、体力爆発、回復爆発、あれは使えるよね。回復できるんでね。アーマー10か、もういいわ。いい、つらい。あ、けど沈黙沈黙、正解は沈黙です。これ何、あ、最初にこれが加わってるって書いてあったか、ランクには。あ、これ回復か。またこれ戦闘なんでね、回復爆発狙いでここ置くか。
これほら体力60増えてるけど最初15だからこれで15になってます。まあ使えるもん使うか。で回復で、これ回復爆発が来れば来なかったですね。まあ死にはしないんで別にいいんですけど。でこの部屋でイカちゃん行こう。これどうしよっかな。こいつ置いとくか。あとワンコ、はい、まあ、お金は欲しいからね。でこれちょっと回復、次のターンいるけど回復の効果も上がるんだよね。来たけどよ来たけどなのよ。でここで回復爆発をしてこいつね、こいつ死ぬとバーン、まあ10の5倍ですからね。ここの場合効果が10増えるから20の5倍。まあそんな体力はもともとないですけど、まあ、使えればでかいと。ここで魔法を使えるようにしてるんで、この子をもっと強くしないといけないよと。いやーどうしよっかな、回復しとこうか。いやでもスパイクいいな。何かしら回復さえ来ればいいからね。弱いな。オッケー。まああまり食らってないからいいです。88か。ユニット自体40回復プラス再生で142と。攻撃魔法がないからね、仕方ない。まあ微妙な まあこの部屋で勝てるでしょ。ちなみに活性化は豊作が増えると。ドン。さあちょっとね純エース級のカード手に入ったんで大きいんじゃないかな。あ、廃棄は1回使うと消えるけどスパイク不要です。戦闘の時に60ダメージ、最後尾に押し出す、強っ。選択的攻撃が欲しいな。さあこれ回復ですね。右、あーアーティファクト欲しいな。さっきユニット強化したけど魔法の強化もできると。いやーまあ多くも欲しいから見に行こう。魔力プラス20、効果が20上がるけど廃棄1回で消えちゃうと。とりあえずまあコストを下げるで、どうしようかな。3を下げるか、2を1にしてもいいな。これかな。あー微妙なとこですね。まあ、0にしてもいいですけど一応ね。廃棄か、重すぎない廃棄は。スタック倍増です。これスパイク8にできる。これ攻撃は4だけどスパイクを8にできる。まあ、こっちの方が使い勝手はいいな。
待機つけるか。じゃあこれ1個、あ、これだね。これ共鳴、魔力の影響5倍されると、これで160ダメージで消えると。よし、ボスを殺すためだけのような。まあ引けるかっていうと分かんないけど。さあこれ先制、敵のターンに攻撃してくるとしても25ダメージ先に先制できると。まあ、これいっぱいいてもしょうがないかな。まあ各部屋にいた方が強いっちゃ強いけど、バリエーションよ。バリエーションだね。バリエーションは勝ちです。さあこれランダムイベントですね。これいいんじゃね。あ、こうユニットが上がるのか。しまった。あんま気にせず選んだんで、こいつかな。じゃあ先制35ダメージはでかいでしょ。さあこれボスですね。ライダロスの爆弾、なんかこれ置いてくるんで潰さないといけないみたいな。あ、これか。これいっか別に。さあこの爆弾野郎は激怒すると、あんま覚えてないな。どんなんだっけこいつって。あ、まあ5555で来る。あ、体力少ないけどやつか。痛いな。でもここでいいんじゃね。全滅。ああ、全然先制1回して終わりか。いや出さなくてもいいかなって思うんですけどね。いや、こいつ魔法でやった方が早いんですよ別に。こうかな。使えないんですよね。先生だけです。あ、激怒あるから最初が一番強いんだね。なるほど。わあ、だる。これはだるい。あれ止めようないです。あ、これいいぞ。いいとこ来たね。使えないか。まあ、死にはしないからいいや。こっちかな。回復を使えればめっちゃでかい。だからこのターンはあまり意味がない。敵は勝手に死んでくんですけど、爆弾で銃食らうでしょ。これ結構重いな。ナイス沈黙か。爆弾か。12回復、上も回復しようか。スパイクエールあるじゃん。使えないもんね。あ、爆弾消せた。ナイスナイス。今のスパイクの、まあ、攻撃アップのおかげだね。うわ、何何何。上はいいとして、ヘイストか。3階に移動するか。2階が無力化されます。回復爆発やっても爆弾が死ぬだけなんだよな。まあ、ここを死ぬからいいとして、槍を投げるしかないか。回復爆発で、こちなみにね、この活性化でこいつが回復するとこいつが攻撃力 HP 上がると。よし、まあこうするしかないな。で勝手にヘイスは死ぬ。あいつがかけてるか。
爆弾潰せるからいいんですけど、この子の後ろにもこのイカの剣でをつけてあげたいね。いや隠せ上げとけよかった。いやこれここの強化します。ロボ出すかロボロボどっちでも同じか。これまあ間違えた間違えた、使わなくていいからと思うけど、やっと上で死んでたんですよ。こいつはちょっとずつ食らっていくね。さあボス来ました。450、まあ、これ負けるんですが、とそうはさせないぞと。これスパイクつけたらとんでもないか、勝てるよね。ほら死ぬ。これがパワーです。はい、達成か。再生をつけてあげるとこの子が2強くなっていくと。このイカの子結構強くなってるんで育成成功だね。でこれイカが競り勝つでしょイカが競り勝った。こいつは鋭いぞと。イカの話かな。こんな感じでデッキをね強くしていって、まあ、ボス戦3回やって最後のボスに勝てればクリアと、そういうゲームですね。3ちょっと重すぎて使えてないんだよな。先生いいかもしんないね。おなぎ払い、これ全体攻撃です。これに先制つければさっき の体力低いけど攻撃高いってやつを止められるんですよね。これ栄翔で激怒、まあ、これかな。雑魚なぎ払いは案外美味しいんですね。さあパイルは本拠地ですね。毎ターンマナ多い方がいいんじゃね。マナ大量に使うデッキなんでね、まあ、ここまでにしましょうか。続けるかはさておき、まあ、日本語に対応してるね、面白いカードゲームです。まあ、ゲームやっていかないとね、ここの、種族クランが増えないんで、あとまあ DLC 買うっていうのもあるんですけど、それを買っていけばもっとね深みが増えると、まあ、クリアしていくことに難易度上げられるんで繰り返し遊べる系のねゲームですね。